リフォーム塾では知らないと損する最新の有益情報を忖度なしで随時配信。見逃さないように絶対チャンネル登録お願いします。小田さん、はい、YouTube です、はい、今日は、ちょっと質問が1個あって、はい、床暖房が敷いてあるフローリングの交換なんですけど、結構嫌がる業者さん多いっていう話聞いて、あ、床暖房の上にフローリングが敷いてて、そのフローリングのリフォームを嫌がる業者が多いんじゃないかと、はい、それなんか理由があるのかな。まあ、そうですね、まあ、そういった意味では結構床暖房の上の、はい、まあ、床のまあリフォームって結構注意点があって、その注意点を守らないととんでもないことになるんで。とんでもないこと、はいはい、その一例の動画映していいですか。あ、早速これやばいです、マジで衝撃これ、ね、お客さんが問い合わせいただいて行った現場なんですけど、あ、山盛り浮き上がってるんですよ。トランポリン状態、つまずいてこけそうレベル、はいはいはい、わうわうわ。でこれ床暖房が原因かどうかっていうと 100% とは言えないんですけども、はい、まあ、結構その可能性が高いんじゃないかというところなんですけど、床暖房が原因かもしれない、はい、かもしれない、うん、これ何かというと、床暖房って結構やっぱ熱を発するんですよ、ね、暑いんですよ、はいはい、でその暑さによって床材が膨張して、まあ、さっきみたいな膨れ上がったパコパコ踏んだらなってました、ね、なるようなじゃないかっていうのが、まあ、僕の推測なんですけども、はい、リフォーム業者様必見、都リフォームの成功ノウハウ全て教えます。詳しくは概要欄まで。これどういうことかというと、フローリングの施工説明書に書かれているんですけど、フローリング貼るじゃないですか、その時にくさびを打てって書いてるんですよ。これそのメーカーの、その野田というメーカーのフローリングの施工説明書、工事するときこういうこと注意してくださいねって書かれた、はい、資料になるわけなんですけども、はい、例えば壁と床、張った床の間にくさびを打ちなさいよ、壁とフロアの間3から5ミリの隙間開けてくださいねって書かれてるんですよ。でフローリングとフローリングの間もくさびっていうのはちょっとその隙間が空くようにしてくださいねっていうふうに書かれて、結局これをしないと床なりとか反りとか突き上げ、はい、突き上げって今のやつですか、だと思います。まあ膨れの原因となりますせって書いてあるんすね、それが、うん、書いてます。さっきのそういうくさびと関係なく、はい、壁から壁までビッチビチに張るとするじゃないですか。で膨張したとします、そういう熱等で、それはまあ別に熱加わるときって床暖房だけじゃなくて、太陽光の熱が、まあ、リビングとかだったら、あ、なるほどなるほど、はい、結構熱入ってくる可能性があるじゃないですか、はい、まあ、そういうのも含みで、はい、膨張する可能性ってゼロじゃないですか、ね、ってなったときに膨れますと、で逃げ道ないですと、うん、で突き上げ、それのまあ一番ひどいのがさっきのかなっていう、あ、っていうのが、はい、まあ、まず一つありますと、はい、まあ、簡単に言うと床暖房の上のフローリング材、まあ、施工自体まず気にしますよ、それがまあ一つ目の理由、うん、リフォーム会社をお探しの方必見。これまでリフォーム塾に出演していただいた企業を地図から探せる、詳しくは概要欄へ。っていう感じで、結構床暖房っていうのは熱を発するので、はい、その上に貼る素材っていうのが結構限定されますよ。ちゃんと熱に耐えられるものにしなきゃいけないですと。あ、プラス今施工説明書上でちゃんと隙間開けろっていうのがあったんですけど、はいはい、今回の戸建てとマンションって入り乱れた話するんですけど、はい、これマンション用のやつなんですよ。マンション用のフローリングっていうのが結構柔らかくて、裏これクッションが貼ってあるんですよ。これがだから遮音、まあ、マンション用の直張り、コンクリートに直接貼る用のやつっていうのはこういうクッションが、あそこの黒い部分が、はい、クッションになるんです、はい、一方で戸建て用っていうのは、まあ、これになるんですけど、これはただの板なんですね。これベニヤ板、これはただのベニヤ板の表面にシートが貼られてたりとかして、まあ、見た目が見栄えが良くなってると思うんですね。でまずこういった感じで戸建て用とマンション用っていうので、まあ、大きくフローリングの種類が分かれてるわけですけど、はい、基本的にこの戸建て用のフローリングっていうのは床暖房対応してるんですよ。この後ろにクッションがない場合、ない場合のやつは別に何も書かれてなくても基本的に床暖房対応用っていう風に、はい、なってる場合が多い、はい、一方でマンション用のクッションついてるやつっていうのは耐熱と非耐熱で分かれてるんですよ。ああ2種類あるんです、ね、そうだからさっきのこう床がバコバコなってたじゃないですか、あれはそもそも施工上の問題もありますけど、下手しい商品選定間違ってる可能性もあるってこと。あ、対応してないやつを選んでる可能性もそう。これが結構その床暖房の上の床材のリフォーム難しいところ、ちゃんと叱るべき商品を選んでるかどうかって感じ、はいはい。戸建てでも、まあ、普通、まあ、こういう先ほどの硬いフローリング張っているじゃないですか。結構戸建てで、まあ、こういう硬い床張ってるわけなんですけど、はい、その時のこうリフォームってどういうリフォームするかって言ったら、張り替えもしますけれども、はい、まあ、あの解体すればそれほどお金かかるんで、はい、結構上張りを推奨することも多いんですよ、戸建てで。元からあるところに、そう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 、はい、フロアタイルとかも結構その上から張ったりするんですけど、はい、フローリングの上からフローリング調のフロアタイル、まあ、塩ビ系の素材ですね、
貼ったりするんですけど、床暖房の上のフローリングには塩ビタイルとか絶対貼ったらあかんです、フロアタイル、まあ、ちなみに貼っちゃうとどうなるんですか？これね、実際貼ったのがうちの家でして、あ、ご自宅あ、そう、ご自宅貼っちゃったんですよ。どうなったんですかそれ。なんかね、浮いてます、パコパコ言うんですよ。それはでもダメだなって分かってて、まあ一回やってみたっていう。なるほどね。これうちの自宅で実験済みということで、絶対やったらあかんでいう方。説得力ありますね。はい、まあやっぱり膨れて引き上げちゃってるんかなってところで、やっぱ塩ビとかやっぱり熱ですっごい膨れそうな感じしない。あ、さっきのこの戸建て用のこれとか膨らみそうな感じ全くしないもん。しっかりしてますよね、はい、ただ一方でこっちのマンション用のやつになると、うん、もうグニャングニャンですよ、グニャングニャン、うん、結構こうゴムっぽい、これが熱にやられそうな感じが、うん、確かに、はい、ちなみになんですけど、はい、その小川さん、まあ、パコパコご自宅も、ね、はい、なってるっていう話やったんですけど、はい、どんぐらいでなったんですか、やってから。まあ、当然床暖房使うのって冬じゃないですか、はいはい、一冬過ぎて結構あかんかった気がしなくて。もうそんなレベルなんです。やっとしたら最初の家とかもね、結構すぐ乗った段階でなってた可能性ありますよね、はい、そうですね。だからまあ、改めてなんですけど、結構まあ戸建てにしろマンションにしろ床暖房の上に貼れる上張り用の素材っていうのはほぼゼロだと思ってください。もう床暖房があったら上張りはもうできないの。床暖房のあるフローリングの上に上張りリフォーム、はいはい、火を抑えるために上張りリフォームはほぼできない。唯一ぐらいの感じになってくるのが、まあ、台建とか、まあ、台建ってこうそういう床材のフローリングとか出してるメーカー、はいはい、あと扉とか内装ドアとか出してるメーカー、はい、まあ、もしくはパナソニック、まあ、パナソニックもいろいろそういう内装ドアとか出してる、まあ、床材、はい、フローリングとか出してるんで、が出している床暖房のフローリングの上にも上張りできる、 あるんですか、うん、そういう薄型の素材だったら唯一できますと、はいはいはい、でパナソニックを例に出して説明すると、はい、薄い板っていう商品があるんですけど、薄い板、はい、名前の通り薄い板ということで、はい、1.5 ミリの厚みのフロアなんですけど、はい、これがねまた問題で、何ですか問題というか、はい、端的に言うとめっちゃ高いですよ。あ、薄い板だけでも結構高いのに、薄い板の耐熱っていう、薄い板もこれ耐熱と非耐熱があるんで、はいはいはい、薄い板の耐熱ってやると、なんかもはやそれ張り替えた方が安いんちゃうみたいなってことですよね、はい、せっかく安く済ませようと思ってこう上から張ろうと思ったら、そういうやっぱ機能性の高いやつはプラスアルファガンって出なくなっちゃう。なので結構取り扱いが難しい、うん。で、まあ、今張り替えた方が安い話したじゃないですか、はい、じゃあ張り替え希望しますっていう人結構やっぱりいるわけなんですけど、うん、フローリングの張り替えをしたいですっていう人多いんですけど、はい、その時も結構問題があって、何かというとフローリングめくるじゃないですか、はい、その下に床暖房のマットがある、まあ、これがマットですね。そこがまああったかくなる、そうそう、ここにその配管が通ってて、はい、まあ、お湯を循環させることによって、まあ、床を温めるわけなんですけど、はい、マットも一緒についてきそうな気しないですか、めくった時にね。そう、こいつを、まあ、この上に張ってるこれをめくろうとした時になんかマットも一緒にめくれてきそう。あ、きそうですね。なぜならば、まあ、これ戸建ての場合だともう少し付き方もいいんですけど、マンションのこの直張りフロアってどういう付け方するかって言ったら、ボンドをうらーっつってもうビタビタにビタビタで塗ってって、はい、全面綺麗に塗ってってそこに置くだけなんですよ、こういうタイプのと。ついてくるでしょう、うん、ちなみにこっちの方はボンド塗るって言っても、普通の木工用ボンドって言って工作の時使ったような、はいはいはい、ボンドをピュ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 ってやって塗って、で貼ってフィンネイルとかそういうパチンパチンって止めていくような、はい、うん、細い釘で止めるような感じの止め方なんで、はい、比較的まだ床暖房の上でもめくれやすいんですけど、マンションだったら結構最悪。これがまあボンドの上に全面貼られてるんで、綺麗にじゃあ上のフローリングだけ貼んのって結構難しかったりするんですよ。でうちでもこううまくやれた時はこんな感じで、下に先ほどのこう銀紙ついてるじゃないですか、はい、まあ、これが均等に温めるためにまあこういうの引いてるわけですけど、はいはい、まあ、銀紙の上にこういうゴムが残ったような状態、まあ、これを通称うちの解体屋さんはモケモケと呼んでる。モケモケが、はい、まあ、モケモケ、はい、まあ、モケモケを取って最小限のモケモケで新しいフローリングが張れる程度にこうモケモケを取った、綺麗ですよねこれは、状態にするとこれで、この上にまあ新しいフローリングを張っていく、一緒にその銀紙が取れると、まあこういうような感じでまあ配管が露出しちゃう。そうだから、はい、その床暖房はもうそれダメになっちゃうって。いや、ダメにはならないんですけど、まあ、銀紙がないのでこういう別で銀紙買ってきて敷くかどうか、まあ、話は一つある、はい、けど純正品じゃないからなかなかこう元々の床暖房の機能を保証することはしにくい。
でちなみになんですけど、じゃあ床暖房、まあ、結局先ほどのこの現場がそうなんですけど、はい、まあ、床暖房も新規にしましょう、全部取っちゃって、床暖房もともとの既存のやつ取っちゃって、はい、新規で床暖房入れ直そうっていう風に、まあ、するの、まあ、一つ手じゃないですか。さていくらぐらいかかるんでしょうっていう。これちなみに大体これまあ一坪サイズみたいな2面あるんですよ。もうこれ結構何年か前かの事例になるんで、今もう少し値段上がっちゃって 10% から上がってると思うんですけど、ちなみにこれね、材料このパネルね、プラスそれの工事費っていうのは別でかかるんですよ。材料と工事費合わせて、さあお客さん出しの値段いくらぐらいになりそうですか、この2面で。ちょっと高い感じですよね、今の口ぶりやと。さすがにこのパネルを引くだけやったらそこまではかかんないんですけど、はいはい、大体1枚引くのに工事費と合わせて25万ぐらいが2面なんで、はい、50万で工事費が、だからこれが、まあ、一応工事費込みで、ただあの逆に言ったら今その金額にはもともと床暖房敷いてるわけですから、はい、その撤去費は含まれてないんで、結構撤去もめんどくさいんですよ。配管をブルーって言ってめくれるんですけど、なので考えたら床暖房を再利用するか新規で入れるかっていうんで60万ぐらいから変わってくるよね、この2面入れ替えるイメージで。結構大きいですね、そう考えると。そうなんですよ、うん、で一方で表面の、まあ、銀紙がめくれてしまったりとか、はいはい、リスクとか、あとうちでもちょっと1回やっちゃったのが、バールでこうガンガン、まあ、もう少し丁寧にやりますけど、やっぱりめくる都合上配管を言わす時が、ああそれ配管です、その赤いのが、はい、配管をやっぱりそういうのでついてしまう、やっぱ気をつけてやるもののついてしまうことっていうのが、それは何十件もやってたりすると、まあありますよね、はい、こうなったらこれここだけ補修とかはっていうのを、まあ、今回これしたっていう感じですね。こういうやり方で補修するとか、けどこういうのって正直壊れやすい花瓶とかガラスものがある隣で作業するみたいな感じで、あ恐ろしい、はい、そういう壊れやすいものが隣にある状態で工事しろって言って、そこで、ね、事故ったとしてもそれは事故るよねって話じゃないですか。基本的に業者はやっぱ嫌がるんですよ、まあ、リスクがあるじゃないですか、はい、そういうやし、その例えばまあ解体とかの費用も他の普通のフローリングだけのとこよりはやっぱ高くなったり、はい、高くはまあなる傾向にあると思います。なぜならやっぱ慎重になってゆっくりになるから。そうですよね。で基本的にこういう、まあ、定価がない世界になりますんで、はい、だからまあうちその解体屋さんにやってもらうわけなんですけど、はい、まあ、そういうリスクのある仕事を安請け合いするかって話はなりますよね、まあ、精神的負荷というか、はいはいはい、まあ、の割には結構いい感じの値段でやってくれてるかなと思う改めて何が言いたいかというと、はい、結構うちの会社はこの手のリフォームいっぱいやってるなと思って、床暖房の入ってる床の張り替え、ああそうなんですね、はい、その他社さんが嫌がるところ嫌がるからこそうちに流れてくるっていうなるほど、さっきのあんなベコベコなっていうところも経験したし、配管言わしたことも言わして補修させたこともあるし、はい、銀紙めくれた時はその銀紙一回全部撤去して新しい銀紙貼ってしまうとかそういう経験もあるとね。そうですね、だからさっきの床暖房張り替えた現場あったじゃないですか、新しい新規に、はい、であの時はまだ僕もちょっと経験少なかったんで、はい、まあ、その時はこの張り替えで提案したんですよ。ああなるほどなるほど。でそっからちょっと慣れていろいろこう経験して、はい、なるほどこういう風にしたらうまくいくんやみたいな感じで、はいはいはい、床暖房の入ってるフローリングのリフォームのノウハウが溜まってきたというか、逆に言うならそれが分かってなくてやっちゃうと、まあ、うちの家の床みたいに上に、まあ、まかり間違ってもフロアタイル貼って、はい、パコパコ浮いちゃうとか、ワンシーズン持ちませんからね。最初に見せた動画みたいな、なんかめちゃくちゃベコベコ浮くみたいな、はいはい、もはやこれフローリングでつまずくでっていう、うん、まあ、そういうことが生じますんで、田村君も現場行ってもらって現地をすると思うんですけど、床暖房入ってるっていう時点で結構京都のマンション、まあ、これまた丸々ガスの話なんですけど、また出た、はい、全然隠れてないやつ、結構床暖房標準装備させてるところが多いんですよ。大体のところのマンションに入ってますんで、はいはい、そうするとガス器具でいうところのカバック、はい、あカバックでもその丸々ガスが床暖房が標準装備されてますんで、 LDK 床張り替えしたいんですけどって言われたら、まず床暖房入ってますっていう確認からしていただけたらと思います。わかりました、まあ、今回の話リフォーム会社選びの参考にしていただけたらと思いまして、はいはい、まあ、こういったことに関して知識がない会社だったら、おやこの会社大丈夫かなっていうような感じで、はい、見ていただけたらと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。